おはようございます。2024年1月8日月曜日の朝です。今日は体重計忘れてきてしまったので測れません。そしてですね、おはよう留守なんですけど、ちょっと開けても大丈夫かな。こんなになってるんですよね。ちょっと待ってよ。おはよう留守。うわ、すごい雪でございます。おお、びっくり。今日ね、おばちゃんすごいです。おはよう留守なんですけども、ちょっとですね、昨日の夜も帰ってくるの一苦労でした。外出たらですね、膝の上くらいまで雪積もってて、除雪がまだできてなくて、もう本当ですね、場所によっては除雪も入ってたんですけど、本当すごい雪に埋もれながら帰ってきました。そしてそのまま降り続けたんでしょうね。もしかしたら下手したら1メートルいかないくらいまで一晩で積もっている可能性があります。そして何にも見えません。まあでもこれはスキーする人とかスノーボードする人はすごい楽しそうですね。この雪、サラサラの雪が降り積もっております。ということでですね、私は今日はちょっと早起きできたので、実はそこに日帰り温泉のことぶきの湯があるんですけども、ここにちょっと今ね、朝風呂しに行こうかなと思ったんですけど、行けるかな。ちょっとチャレンジだけしてみたいと思いますよ。じゃあちょっと準備します。本当ね、時はですね、確かあれだったんですよね、全然お客さんいなかったけど、今日はもうすごかった、いっぱいいました。朝風呂ギリ9時に終わるのに、もう9時ちょっと前に入ってきたりとかして、めちゃ混んでた。大人気ルスツ。しかも今回は近道をしてしまいました。エスカレーターでずっとこの間来てめて遠く感じたんですけど、エレベーターで6階まで来ちゃってから行くとすごい近かった。近かったって言ってもね、こうやって客室はずっと取ってくことにはなるんですけどね。でもなんかここお城みたいです。素敵だから楽しいです。エリコロの動画。めっちゃ天気良くなってきた。雪は降ってますけどね。いや、すごい人だ。9時ですよ、まだ。外国の方がいっぱいでございます。雪、やばいですね。これ、車埋もれちゃってる。大変。ブレックファースト、200円。今日ね、ちょっとあんまり、もう9時15分くらいで、食べてく時間がないので、ちょっとですね、お弁当にして朝ごはん持って帰れるので、ボトルしてもらって寮で食べてみようかな。ちょっと新しいことやってみようかなって思いますよ。じゃあ社食の方に行っていきたいと思います。コメントでゲットできました。じゃあ
寮帰ります。もしかしたら今回の留守通、これが最後の青空かもしれないから撮っとこう。すごい奇跡的にここだけぽっかり青空になってます。まあ、こっちの方太陽ありますけど、あーこんな感じどんどんまた雪降りそうですね。でもスキーヤーの人がすごい喜んでるなんかテンションが上がってる。みんな楽しそうですね。新雪ふわふわを楽しんでほしいと思います。ねえねえねえ、これ除雪の雪ですけど、すごいちょっと待って、こんなになってる、やばい。今除雪が入ってるっぽいけど、私の寮に行けなくなってる。住むのどこだ、こっち守ってくのか。ああよかった、ん良きのか。あ、まあまあ良かったけど、でもあんまり良くないよわあ、ちょっと待って、行けないんだな。あ、行けないんだ、ちょっと待って、今ちょうど、あどうしよう、に行き始めた。エリコロの動画。今日の朝ごはんです。今日は社食の朝ごはんをお弁当箱に詰めました。まずはキャベツとレタス、マカロンサラダ、チキンナゲット、ソーセージ、卵、酒、切り干し大根と大揚げと人参の煮物、そして梅干し、しば漬け、昆布、その他に。ふりかけで食べます。今1時です。なんか外ちょっと天気良さそうなんですよね。じゃあ準備ができましたので、まずは社食で今日はお昼食べたいと思いますので行きます。あ、雪かきができてた。よかった。さっき道なかったからな。あ、また曇ってきちゃったかも。じゃあまずは行きます。じゃん、今日は念願の塩ラーメンなので日替わりラーメンサッターにしましたよ。行きます。今日のお昼ご飯です。今日はラーメンセットご飯なしの塩ラーメン、ずっと食べたかったけどタイミングが合わず食べれなかったやつ。あとは自由にとっていいおかず、キャベツの千切り、中華サラダ、ひじき、里芋かな、あと梅干し持ってきました。ごちそうさまでした。やっぱり塩ラーメン美味しかった。人の食べてるのも美味しそうだなと思ってたんですよね。そしてもう青空はいつの間にかどっかに消えてしまいました。よし、じゃあセブンイレブン寄ってウェスティンの方に向かいたいと思います。いや本当に昨日大変だった、帰ってくるの雪をかき分けかき分けで大変だった。でも今日もまたさっきまで青空一瞬広がったんだけど雪雲だらけになったから、あーもう向こうの山も何にも見えないし、あーすごいですね。あれが鎌倉バーベキューのところじゃない、もしかして。なんかポンポンって3つありますね。でも雪すごいからいいや、今日は見に行かない行きます。エリコロの動画。おはようウェスティン。あ、今日もすごいにぎわっておりますね。そして外は雪、すごい雪ずっと降ってますね。でも皆さんは楽しくランチを食べているようでございます。私はアベラブに入って準備したいと思います。アベララ着いた。うわ、雪やっぱりすごい降ってますね。いやーすごい、山見えないのにもすごいです。ふわふわの雪が降っておりますね。
しじゃあまずお掃除と準備をします。ラスク食べます。梅おにぎり食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということでですね、今日も忙しかったですね。そしてですね、まず最初にすごく嬉しかったことをお話ししたいと思うんですけども、なんとですね、アベララでお仕事をしてて初めてなんですけれども、リピートのお客さんも来てくれた。すごい嬉しかったです。その方昨日ですね、施術させていただいて、オーストラリアから来られたお客様でですね、で私の拙いつたつたつたない英語が通じたのかなっていう、ずっと心配してたんですよね。なんかこう英語の勉強ちょっぴりだけして、それで結構こう本どちらかっていうと中華系のアジアの方とかで、英語圏じゃない方と英語で喋るっていうことの方が割と多かったんですよ。なんですけど、英語圏の勉強してからね、勉強してから英語圏の人とを接客したの昨日初だったんですよね。それで結構やっぱり英語圏の方なんでいっぱい英語喋ってきてくれて、すごい私も一生懸命喋ろうと思って頑張ってたんですけど、あ、なんかもう言いたいことちゃんと伝わらないよって思いながらですね、それでもちょっと頑張ってコミュニケーション取りたいなと思ったので、いっぱい頑張って喋ってたんですよ。そしたらなんか英語で、すいません、なんか喋りたいんだけど、あんまり喋れないんですっていう話をその方にしたら、その方も私だって日本語できないからいいのよ、気にしないでって言ってくれてて、あ、すっごい優しい方だなって思ってて、それで手術終わった後もですね、なんかものすごく満足してくれてて、それで喜んでくれてたんですよ。それで、あ、よかったと思って、で5日間、今日から5日間泊まるんだって言ってたので、そうなんですねって言って、じゃあもうちょっと宿泊楽しんでねなんて言って、昨日の夜までバイバイって言ってお別れしたんですけども、今日夕方出勤してきたからだったから3時くらいかな、あれってこの予約表見たら、あれこのお名前もしかして昨日のお客様かもと思ってたら、そうだったんです。すごい嬉しかった、本当に嬉しくって、嬉しかったですっていうことを、もうなんか日本語と英語混じりながらお会いした時にすごい伝えて、めっちゃあなたの名前を見た時私はすごく嬉しかったですよ、また会えるって思いましたよみたいなこと言って、そしたら向こうもすごい喜んでくれてすごい楽しかった。もっともっと英語勉強しないってやなって思いました、ますます。でもやっぱりコミュニケーションをうまく取ることがやっぱりこうリピートにつながるというか、また来たいなと思っていただけることなんだなっていうのが今回すっごく分かったので、ちょっとこうやっぱり英語の学び、まあ、もちろんアロマの知識とか、あと施術の手技っていうか手の技とかね、スキルとかもアップさせるのをもうちょっと永遠に勉強しようって思ってはいるんですけれども、プラスアベララみたいなこういう外国の方のお客様とかも来られるような場所で働いてる以上ですね、ちょっと英語、せめて英語だけでもちゃんと自分の身にねつけなきゃいけないなって本当は今回実感させられました。そしてなんかこうあれなんですよね、自分、まあ結構前に私も今始めたばっかりじゃなく、以前英語の勉強してたことがあったんですけども、日本語でおしゃべり、すごい会話とかおしゃべりとか好きな人はどんなに英語勉強しても
なんか結構まだまだだって思うらしく、なんかそれ誰かから聞いたんだよな。おしゃべりな人ほどこれだけ喋れば出ればいいっていうのがないんですってそんなこと聞いたことあって、まさしく私だなと思いました。もうぐずっと黙ってればもう誰か止めてくれる人いなければずっと話してられるようなタイプなので、そうなると伝えたいこととか質問したいことを聞きたいこと伝えたいことっていうのもいっぱいあふれ出てきちゃうから、それを英語にしようとするとですね、もう本当にいっぱいたくさん勉強しなきゃいけないんだなって思いましたよはい、そんな感じです。ちょっと今日ねすっごい疲れてるんですよ。本当今日も忙しくて、実は三国屋さんってこの間ハッピーニューイヤーチーズケーキを焼いてきてくれたセラピストの三国屋さんと一緒だったんですよね。だったんですけども、もう三国屋さんも3時半だったかなからもうお客様来てて入ってて、で私はもう5時から予約入ってたので、もう準備していろんな他にも雑もあるからやって、それで準備してやって、でその後ちょっとセラピストみんなで久子先生も含めてズームみたいな、ズームっていうか、まあ、テレビ電話みたいなやつで打ち合わせばあってして、それでまたお客さん来てやって、でなんかそんなんで今日一日あっという間に終わっちゃって、実はこれ昨日の夜洗濯したんですけど、この制服めっちゃ今日、しかもなんてなんかすっごい今日すごい汗かいたんだよな、なんでかわかんないけどまた洗わなきゃダメなくらいすっごい汗めちゃめちゃかいちゃった。はい、そんなわけですそれはまあ置いといたとしてですね、ほら何言おうとしたか忘れちゃったんですけど、あ、そうそうそう、それとですね、そう思い出した、雪がどうですか皆さん、北海道外の、また東北の方とかだったらすごいか、日本海側とかすごいニュースもすごいって言ってましたもんね。そうだ、どうですか皆様お住まいのところは。ルスツはすごいですよ。でもなんか今日うちの旦那さんのインスタ上げてるの見たらアビラチをこんなちょっとしか積もってなかったこんなかな、こんなこれくらいしか積もってなかった。でも本当冗談抜きで、昨日夜ここウエスティンホテルから寮の方に向かう時と車のタイヤのあと1本しかない状態で、そこをなんとか歩いて帰ってきたんですけど、すでにこの辺まで これくらいこっからこれくらい積もってたんですよ。でも膝の上くらいまで積もってて、これ量変えれんのかなと思うくらいすっごくて、で除雪車が結構入ってたので、途中からはもう除雪されてて歩けたのでよかったんですけど、まあ寮の前とか行ったらまたすっごい積もってて、と思って帰ってですよね。それでその日は洗濯したりなんのいろいろやって寝たんですけども、今日の朝もすごくあれからずっと降ったんですね。すごかったです。本当にルスツリゾートはあんまり私もスキーとかスノーボードはすっごい20代の時にやってたことあったんですけども、もうそれから一切やってないので、スキー場に来るっていう記憶もあんまなくてですね、こんなんだったっけっていうくらいすごいですね、山の雪の量びっくりでした本当に。なんかでもスキーとかスノーボードしないのにこういう時期にこういう場所に来られっていうのはすっごいいい経験なんだと思って、すごいそれはそれで大変だけども大変さを楽しんでおりますよ。はい、そんな感じでした。なんかもう今日です本当になんかいろいろあっていろいろ忙しくてなんか追いつかれちゃったから、もう今日これくらいにしとこうかな。なんかもう疲れた時こそなんかダラダラ喋っちゃうタイプなところがあるので、今日はちょっとセキッとここで終わりにしておこうと思います。もう明日一日仕事したらアビラ町の方にね翌日帰ります。明日働いて明後日バスでまたアビラ町の方に帰る予定でございますのでですね、明日の勤務も楽しんでいきたいと思います。明日は誰もセラピストシフト入ってないんで私一人なんですよね。なので明日こそ日中
ちょっといやでもお客さん予約入ってるかな、ちょっと後で見てみますけど、ちょっと予約入ってたらまたあの明るいうちにご紹介できない可能性もありますけれども、少し早めにまた入ってお掃除とか全部終わらせれたらちょっとご紹介させていただきますね。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。